はい、こんにちは、どうも。リプレイの再生、火曜日21日火曜日の模様です。デイリービーレイクマジョレー8番手スタートです。いや、新挑戦中か、もう C 一歩手前にいるんだけど、そこでやめといてます。なぜなら C に行って半分でしょ、 C の半分すぐ D に落ちて D の半分になっちゃうんで、よします。8番テスタと9番になって、ここをね混雑する。8番、もっと危ない、失礼。軽くコツ、この軽くコツ大丈夫だよね。いやー、インにいるからな。もうさらにインから来てる。いやー、混んでる混んでる混んでる。おっと、失礼。向こうペナルティーなしなのね。コースか、コース出たのか。一台ドーン。こう前見えないんだよね、こう真後ろにいると。さあ、インからここが抜きどころ。前のランサー速いな。31秒か。またイン来ちゃったって。あらあらあら。最後に上がってきました。やばい。4位、落ちましたね。さあ、3周目。1分27。そこそこ出しましたね。後ろはいない。見えないよ、後ろ。30秒。あ、そこそこ速いね、30秒。
はい、4周目1分25だいぶ早くない？24は目指す24秒2位日本人、1位オーストラリア。お、30秒また出します。ここ30秒切ればかなり入る。30秒切ったら24秒、29秒台でいくんじゃない？29秒前半で。なんか失速したな。ちょっとイン入れなかった。やばい、これ振っちゃったね、アウトに振りすぎ。ファイナルか。ちょっとイン入れなかったかな。後ろ来てるんか。あらあら、なんとか3位でさ。ありがとうございました。また見てください。シャキドンキュー。